ヒーリングライフスタイル今夜のセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。今回から眼精疲労緩和のテーマにしたセミナーをお届けしていきます。担当させていただきますブリントレーナーの黒岩亜希です。よろしくお願いいたします。オフィスワーカー向け眼精疲労緩和のコツということでお届けしていきます。眼精疲労とはどんなものでしょうか。一般的には要は目の疲れでしょって思われる方ね、いらっしゃるんじゃないでしょうかね。私も実際そうだったんですよ。でもその目の疲れと眼精疲労っていうものには違いがあるんですね。それを見ていきたいと思います。はい、こちらですね。まあ、目の疲れってね、人によってこう症状いろいろあると思うんですけど、まあ、一般的なものを載せております。ね、視界がかすむとか、ピントが合わないとか、あとね、書いてないものであると、こう、頭痛とかね、めまいとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、こういった目の疲れの症状が、一晩ゆっくり休んで回復するんであれば、それは疲れ目、目の疲れということができます。一方で、一晩ゆっくり休んでもなかなか回復しない。平日仕事をしていて、週末休んでも、それでも回復しない。っていうのであれば、眼精疲労というふうに言われています。こんな違いがあるんですね。なので、眼精疲労は本当にもう、なかなかね、治りづらい慢性的な疲労でもありますし、あと同時にこう、脳の疲労でもあるということができるんですね。今やね、こう、パソコンとかスマホとか、あと SNS もすごく使うようになりましたよね。あと、私もそうですけど、オフィスなんかですと、ね、パソコン使いながら同時にこう、電話を対応したりとか、こう同時に処理することもすごく増えたんですよね。なので、こう、目から入ってくる情報、それプラス、こう、同時にする処理っていうのもすごく増えたんですよね。やっぱりそういうことによって、やっぱりね、目と脳にはすごく負担がかかってくるわけです。で、それでね、それが日々こう積み重なっていくと、やっぱり慢性的な疲労になってきますし、で、それをまた進んでいくと、こう心身に影響を及ぼすようになってくるんですね。で、眼精疲労からこう始まる脳の疲労、それによって起こる症状っていうのが、こう、頭痛とか、不眠などに言われるようは、睡眠障害、あと、記憶力低下ですとか、この日々のお仕事もしくは勉強の作業効率の低下なんかが挙げられます。あと最近はこの、ね、脳疲労から来るこう頭がこうぼんやりするとかもやもやする、こういった症状のことを今ね、ブレインフォグというふうな言われ方もしておりまして、最近ではね、この言葉もメディアでだんだん聞くようになってきています。本当に脳疲労まで行ってしまうと、もう要は脳が正常に働かないわけですよね。なので、やはり集中力低下とか思考力低下した状態なんでしょうね。なので、日々の生活、あと私たちの仕事の上では本当に大変なことなんですよね。なので、ね、目の疲れもただの疲れとは思わず、まずは日頃からできることは何だろうかっていうのを知っておくこと、そしてできる範囲で自分でケアしておくことっていうのがとても大事になってきます。はい。で、頭編の今回ですね、私が注目したのがこちらです。後頭下筋群という筋肉の集まりになります。これはですね、この頭の後ろ、後頭部の下あたりの筋肉の集まりのことを言うんですね。で、ここは第二の眼筋と言われるほど、目の筋肉と密接に関係している部分なんです。で、この筋肉たちは、この目の近くでこう作業をするときにですね、物を見やすいようにしようとして、こう眼球とかまぶたとか、あとこの頭の傾きなんかをコントロールする機能を担っています。カメラで言うと、こう手ブレ補正機能っていうふうにも言われたりしています。そのような役割を担っています。で、私がなぜここに注目したかというと、疲れ目がひどい方っていうのは、この後頭下筋群がもう使いすぎてしまって、硬くて緊張して本当に凝り固まってるって方が多いって言われてるんですね。で、それによって起こる症状っていうのが、まあ、頭痛、後頭部頭痛とか、あと、めまい、吐き気、耳鳴りとか、あと、自律神経失調症という症状があります。
だから本当ここほぐすことってね、本当大事になってくるんですよね。で、後ほどね、その後頭下筋群をほぐすワークっていうのもね、一緒にお伝えしていきたいと思います。はい。では、その前に、オフィスワークの職場での慢性疲労対策、何ができるんでしょうか。ちょっと見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方は、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。